はい、どうも吉高です。ここね、愛知県名古屋市、ここ線路はね、JR 東海関西本線の、八田と春田の間ですね。今ちょっと踏切が鳴ってます。何が来るんでしょうか。あ、7号が来た。快速三重ですね。ここはあの有名な撮影地で、あの蟹江踏切っていうところです。まあ、蟹江踏切って言っても、あの蟹江町内でもなければ、あの蟹江駅の近くでもないっていうね、ちょっとややこしいんですけど、ここはあくまでも八田と春田の間です。でね、久々に来たんですけど、これ見てください。これ草棒ですよ、本当に。ちょっとね、これ脚立ないと取れないっすわ。ここあの左側に、あ、じゃあ右側にね、空間がありますけれど、ここはね、かつての信号場の跡でございます。でね、ここで何を撮りたいかと言いますと、8075列車っていうね、貨物列車なんですけれど、機関車がね、あの DF200 型ディーゼル機関車の10連で来るんですよね。それを久々にここでね、巡行でね、撮りたいと思います。まずやってきたのは313系です。うちの近所竹豊線と共通運用ですよ。続いてやってきたのは211系の5000番台ですね。211系はね、すでに315系への置き換えが決まっていますからね。さあ、次は本ちゃんの DF210 連の8075列です。夕日をいっぱいに浴びながらゆっくりやってきました。曇ったりしてね、大丈夫かと思いましたが、無事に晴れで撮ることができました。その後も撮影を続行。キハ7号型快速三重、夕日が反射してギラリと光りましたけど、ビデオ撮り忘れました。後ろから4連のね、快速三重名古屋行きが通過しました。その後に来る列車を撮って、この動画を締めたいと思います。さあ、やってきました。またしても211系なんですが、これがね、特に見逃せないんですよね。これが211系の0番台といいますか、基本番台ですね。 JR 東海では最後の純粋な国鉄型なんですね。国鉄時代に導入された車両です。なんとか日没前に来てくれてよかったです。で、現地でね、お別れのご挨拶を撮影したんですが、誤って削除してしまいました。なのでね、今言います。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。吉高でした。